はいどうもこんにちは、あずきがめゲーム実況チャンネルでございます。今回はね、まあ言霊の方やっていくわけでございますけども、前回ね、イベントバトルの方無事消化して、皆さんもねどういったゲームだか、まあ、ある程度分かったと思います。そして今回はね、石の方がある程度溜まってるんで、今回はガチャの方を回していきたいと思います。で、まずね、普通に10連から回してもいいんですけども、まあいきなりね回すのもなんだなって思うんで、まあその他のね、まあ、10連のその素材の方が手に入る普通のやつから回していこうかなっていう感じです。まあね、皆さん言霊のね優勝のガチャの方やれみたいな風に思ってるとは思うんですけども、まあ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 少々ね、こちらの方もお付き合いいただければと思います。そして俺めっちゃ今噛んでたね。この1分間で俺数回噛んでたぞ。星、意外と星高いの出ましたね。連絡先教えてよ。おお、ビーチ。余計なことを言うのやめましょうね。さて何？こめかみ。木に変身しちゃえば無敵だもんね。こめかみ部分5秒間押すと木に変身できる。あ、そっちのこめかみだった。ライスの神だと思ったら別にそういうわけではなく、まあ、ライスの長官も世の中にいるぐらいだから、ちょっと何とかよくわかんないけど。まあ、ラスト10連ですね、こちらの方。まあ、さっと終わりますよ、だから。お、なんか、かっこいい感じで、エフェクトが入ったような気が。まあ、気のせいか。まあ、この辺の文字がね、まあ、決定するっていうのは、もしかしたら強い文字っていうのもあるかもしれない。そりゃ、んとかだと、その最初に入れられなかったり、そっから文字絶対始まることないんで、ちょっと弱かったり多分すると思うんですよ。まあいいや、とりあえずまあ終わったんでね、その他の方は早速言霊の召喚やっていきたいと思います。狙いは星6、まあ出るでしょう。頼むよ、来い。お、流れ星が今走りましたね。これ確定したんじゃない、流れ星だと。おお、行った行った。まずは銀から金にアップ。そしてさらにもう一回いけ、もう一回いけ、もう一回だ。よーし、何個？1個か。まあ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 1個出ればでも十分。つしま山猫、なるほどね。山猫って確か入り表じゃないのか。まあでも山猫だから、山にいる猫全部山猫だから。あなた絶対今の適当だったな。山にいる猫は全部山猫は絶対嘘ですからね。多分嘘、うん、これですよ。何が来た。はい、独身流言葉なんちゃら読めなかった。美女に化けて狂楽街ドバドバで遊ぶのが大好き。なるほどね、まあ、孤独な美女というね、まあ、変わった独身流、まあ、ドラゴンですからね、割と強そう。お前もストーリーの登場人物にしてやるのだ。キャラクターが可愛いですね、なんといっても。こういうキャラ絵を描けるやつはなんかすげえなと思う。なかなかね。そんなわけないよ、これはただの証明。はいはいはい、まあ、ゲインのやつとかは別に特に語ることもないと思うんで、金衣装の時に止まりますか。はいはい、ロオアシスへようこそ。オアシス、私は旅人を歓迎します。害をなさぬ限り。すごい、このねルックスからこんな声が出てくるとはまあまあ誰も思わないよ。反論がなければオラの勝ちだぞ。俺このキャラ大好き。いい絵してるよ君。いいルックスだったな。まあまあまあそんなことは置いといて、まあね、続いての、まあ、10連やっていきますか。頼むよ、ピカンピカン。あれ、お、流れ星が走りましたね。これ流れ星確定演出だと嬉しいんだけど、今まで流れ星走ってる演出しか見てないからなんとも言えない。まあ、虹まで行ってくれって感じだね。まずは金2個、はい、金からさらにどこまで行く。はい、もう一丁。よーし、2個ぐらい出てこい、2個ぐらい出てこーない。く、まあ、くはどうなんだろう、使いやすいのかな、文字として。この私の玉の肌、もっと綺麗になってるわ。いや、
他行とか使いづらいからね。欲張り、あれもこれもそれも全部俺んだからな。本当に欲張りだ。結構出てるのがそれてきた。まだ暇そうだね、君。三上サイコロ、んから始まるって。僕とスゴロクしようよ。これしりとりとしてもめちゃくちゃ強い。んから始まるなんて、まあどうでもいいけど。うおお、俺とかけっこで勝負しろ。まあこういうのは置いとこう。もう次はさっさと見せてくれっていうか。カキカキ、やっぱり星の数が少ないな、名前も適当なのかなんて思ったり、まなかったりして、こう。おーい、なんでこうなって、かぶる？嘘だろ。20連でかぶるなんてことがまさか。私がメスのうちに。まあまあまあ、たぶん、ちょっと確率確認してみようか。我が主の閉じる。はい、閉じましょう。そもそも、星5の確率、確率は、召喚提供割合ありましたね。確率一覧、もちろん確率一覧ですよ。あ、でも 3%? 0.3%。 これかなりかなり、え、ってかなんでこれ 0.3% 2連続で当ててんの、おかしいでしょ。まあでも星5の排出率 5% なんで、まあ、100回中5回ってことは、まあ、20回に1回ぐらいなんで、これがまあ連続で出たのはまあかなりいい感じなのかな。まあ、数で言ったら2体出る確率、2体というか1体出る確率で、まあ、今回かぶってしまったんですけども、1体出てるっていうね、新しいキャラ出てるんで、まあ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 、ある意味確率通りという感じなのかな。まあ、出てるだけ運がいいんだけどね。まあ最後にまあ締めでね、召喚軽くね回してみますか。ピカンってやっぱ走んないですね。走ったら多分確定ですよ、星5。あ、こうなるエフェクトなんですね、本来だったら。止まってしまうと。なるほどね。結構、この辺は知らなかったんで、普通に、金まで行くエフェクトを見せてくれ。頼むぞ。ピカーン。行かない。まあ、銀から金に行ってほしい。よし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 。もう一回、もう一回、もう一回。行けー。あ、こうなるんでございますね。なるほど、なるほど。まあ、わかりやすい感じですね。なるほど。という感じでね、こんな感じでした。まあかぶりだったんですけども、さっきも言うようにそんな悪い感じではなかったんで、まあ良かったですね。ということで、また次回からね、まあ、こちらのゲームの方おそらく上げていくと思うんで、現状ハマってるんでね、なんでまあそちらの方期待して待って、チャンネル登録してね、次の動画を待っていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またな。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。